誰もが夢見るテンバガー銘柄今回は初心者がテンバガーを見つける方法をご紹介します中期的にも短期的にも幅を大きく稼ぎたい人は必見ですこんにちはロジャー堀ですえ皆さんがですね、えー、テンバガー銘柄をご自身でも見つけれるようなですね、えー、方法まあ 天バガー銘柄を見つけるにあたってのですね注意事項ですね。まあこれをですね、えー、ちょっとご説明をしたいなというふうに思います。えー、天バガー銘柄っていうのはですね、まあ株価がですね、えー、まあ10倍以上になっていくようなですねまあ出世株のことを言うんですけれども、こういった出世株をですねまあ出世する前にどうやって見つけるんだということはですねまあ投資家にとっていつもですね非常に大きなテーマになります。 でこの僕らもですね天馬が銘柄を探すという時にはですねいろんな角度でですねあのいろんな企業を分析していくんですが投資の、まあ、初心者の方でもですねそういった銘柄を絞り込むの時にですね重要な3つのですねポイントをちょっとご紹介をしたいというふうに思います。まずですね、えー、天馬が銘柄にこれからなるだろうというですね、えー、企業これのですね 時価総額をですね見てみる必要があると思います。まず時価総額というのはまあ株価にですねその会社の発行済み株式数をかけたものなんですが、証券会社をですねご利用であればあ大抵そのサイトを見るとですねその銘柄の一つ一つがどれだけの時価総額をしているかっていうのはあすぐにまあ見ることができると思います。でこの時価総額がですね100億前後の銘柄まず一つはここが狙い目です。 というのはですね、えー、大体、機関投資家とかですね、大手の投資家というのはですね、時価総額が100億までの銘柄はですね、あまり見てもない、まあ、つまり買うことができないわけですね。 えー、彼らはあの特に基幹投資家はですね一定の時価総額がない企業の株をですねそのファンドで買うことはできませんので、えーまあ、最低でもですね小型株のファンドであっても100億ぐらいは必要になってきますでそういったちょうどですねこれから基幹投資家が買うかどうかなっていうですねこの境目にある会社ここが一番狙い目になるということです。でしたがってですねこの時価総額100億 あるいはまあ200億ぐらいでもですねまだあのこれから機関投資家が見ていくという銘柄が多いですから、まあ、この100億200億この辺のゾーンがですね天馬川銘柄のですね一番まあ狙いやすい時価総額の水準になるというふうに思います。で2点目はですね えー、その銘柄がですねこととを見ていただくこの場合にですね、えー、その企業がですね、まあ、利益がすごく伸びているという会社もありますし、まあ、利益ではなくて売上の方が伸びているという会社もあるんですけれどもテ円ンバガーを狙うというからにはですね利益ではなく売上の方に注目をしていただきたいということです。例えばですね えーまあ、海外の話ですけれどもアマゾンとかフェイスブックもそうですけれども、はい、彼らはですね上場してきた時は大赤字だったんですねで大赤字なんですけれども先行投資でどん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 マーケットのシェアを取っていったとでそしてですね上場した後にだん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 利益が出てくると、まあ、そういったあの、まあ、企業だったんですけれどもやはりですね 成長する銘柄というのは利益ののここととよりもままず売上のことをですすね考えますそして先行投資をしていってですね後からですね利益がガーッとついてくるというパターンですね、まあ、そういったパターンの銘柄が天馬側の候補になりやすいということです。ですから、まあ、時価総額が100億から200億の間で。 売上がですね、まあ、年率で10%ぐらいじゃ少ないですねやっぱり230%以上伸びている銘柄これをですねまず探していただくことが、えーまあ、2つのですね要件になるんじゃないかなというふうに思いますそしてですね最後3つ目の要件はですねそのまあ企業の事業自体がですね成長性がある分野なのかどうかということですやはりですね えー、どれだけ売り上げをです、ね、伸ばしていったとしてもです、ねまあ、市場の規模があまりに小さい、えーまあ、そういった事業の分野ですとです、ね、あの売上の成長にに限界がすぐにきますぐましかしです、ね、その事業分野自体がです、ね、どんどん世の中のニーズが高まっていてです、ね、売り上げの成長はです、ね、将来にわたってです、ね、続くんじゃないかというふうにです、ねえーまあ、期待することができると思います。 従いましてですねこのその企業の事業分野が今の成長するですねその事業分野のカテゴリーに入るかどうか、まあ、これをですね、まあ、皆さんも見ていただくことが大事になると思います。え時価総額売上成長そして事業分野この3つをですね まず注視していただきましてであとはですね、まあ、アナリストとかのコメントをまあ皆さんも見ていただいてですねおのずとですねだんだん天馬川の候補というのが見えてくるんじゃないかなというふうに思いますぜひですね皆さんが皆さんの目で天馬川候補銘柄を選別になるようになればですねより 投資のですね楽しみが増えてくると思いますまあ、LINE ではですねこのテンバガーの候補についてですねまた詳しくまご説明をしておりますのでぜひ LINE 登録の方よろしくお願いできればなと思います以上ですねテンバガー候補の見つけ方でしたよろしくお願いします